はい、皆さんこんにちは。生成 AI を使って、まあ、ありとあらゆる文章を作る、まあ、このアプリのバージョン2の紹介です。まあ、どういうものかというと、例えばこの自己報告書とかね、はい、こちらでまずはプロンプトを生成します。まあ、役割と目標、それからまあ視点と対象をこんな感じで入れてあげて、でプロンプトですね、カスタムメニューからプロンプト作成というふうにやると、ここにプロンプトが作成されます。はい、でこの作成したプロンプトをですね、コピーしてこちらシート1のこのプロンプトのとこに、はい、入力してあげる。で次にこちら入力文ですが、まあ、事故の詳細等を入れてあげます。2024年の9月2日に魔法学院の体育館での他の高校との練習試合の時に生徒が接触事故により足をくじいてしまいました。病院にすぐ連れて行き対応しました。怪我は全治2週間だそうです。はい、こんな風にまあ入れてあげます。そしたならばここに文書が生成されると、カスタムメニューから文書作成ですね、これをクリックしてあげると、はい、このように Google ドキュメントが生成されますので、クリックしてあげると、はい、このようにまあ事故報告書ですね、はい、こんな風にまあ作成してくれるものです。はい、それでは早速作ってみましょう。でまずはこの YouTube の概要欄の URL をクリックします。はい、そうしますとこのドキュメントのコピーということでコピー作成とありますから、これをクリックします。はい、でコピーが作成できたならば、こちら拡張機能ですね、はい、これ Apps スクリプトをクリックして、はい、まずこちらですね、12行目に APN 取得先とありますから、こちらの URL をコントロールキーを押しながらクリック、 Mac はコマンドキーですね、押しながらクリックします。はい、そうしますと API キーを取得する画面が出てきますので、キー API キーを作成をクリックして、でここでジェネレイティブランゲージクライアントを選択し、既存のプロジェクトで API キーを作成をクリックします。で初めての人なんですけど、初めての人は多分こちらの既存のプロジェクトで API キーを作成を先に押すんだと思います。はい、初めての方はちょっとこの画面が違います。でこれで作成してあげると、はい、で API キーが作成されましたので、これをコピーしてあげます。でこのコピーしたものをこちら Apps スクリプトに戻りまして、ここですね、ここのプロジェクトの設定とありますから、はい、こちらの一番下スクリプトプロパティを追加というところで、ここで半括弧文字で API キーと、でこれね絶対間違えないでください、 API キー。そして先ほどコピーした値をここに貼り付けます。でスクリプトプロパティを保存をクリックします。はい、これで準備は完了です。はい、そうしましたらこのスプレッドシートの方に戻りまして、例えばこれ先ほど自己報告書、これを作ってみましょう。まあ、役割と目標、視点と対象を入れてあげて、でここのところでカスタムメニューからプロンプト生成をクリックします。そうすると認証が必要と出ますので OK をクリックして、で自分のアカウントをクリックすると、で詳細をクリックして、この安全でないページですね、こちらをクリックします。で最後に許可をします。はい、そうしましたらもう一度ねカスタムメニューからプロンプト生成をクリックしてあげると、今ここにプロンプトが生成されます。これは1分ぐらいかかる場合もありますので、ちょっとしばらく待ちます。はい、完成しました。そうしましたらこちらのプロンプトですね、これをコピーして、でシート1のこの自己報告書のこのプロンプトに貼り付けてあげます。で次に入力文ですが、まあ、そのね事故の詳しい状況ですね、例えばですね、勇者学院で練習試合中に、剣道の練習試合です、生徒が手首に傷を負ってしまいました。病院に連れて行き適切な処置をして、全治1週間ほどです。怪我をした日時は2024年の9月2日です。相手高校は魔王学園です。保護者にも連絡を取り、関係各所にも連絡を取りました。はい、こんな風に入れてあげますね。そしたらばここで、はい、カスタムメニューから、でこれ気をつけることは、必ずねこの入力対セルに
このアクティブにしておくことが大事です。はい、でカスタムメニューから文書作成と、はい、出てきました。でクリックするとこんな感じで、はい、自己報告書ということで、はい、こんな感じで完成します。はい、じゃあちょっといくつか作ってみましょうね。じゃあ次ですね、これ例えば体育祭ですね。体育祭の場合にはあなたは中学校の先生で体育祭の案内文作成してくださいということで、まあ、保護者向けでとか注意する点ですね、まあ、こんなのをここに入れてあげると。はい、そうしたならばここでカスタムメニューからプロンプト作成をクリックします。はい、でこれで1分ぐらい待ちます。はい、できました。でコピーして、でこれシート1で体育祭のとこですね。で詳しい場所とか日時ですね、青山学院の中等部の体育祭で、場所は渋谷運動公園です。日時は2024年の11月11日、会場は8時、開会は9時からになります。終了は3時までです。種目は、まあ、適切に決めて案内状に載せてください。まあ、こんな風に入れますね。はい、そしてカスタムメニューから文書作成をクリックします。はい、じゃあ完成しました。じゃあ見てみましょう。でクリックすると、はい、こんな感じで、はい、ちゃんとねこの種目まで、はい、ちゃんと作ってくれました。はい、こんな感じでできます。であとね、自分でこのオリジナルで作る場合にはこのプロンプト自動生成とありますから、これ右クリックしてコピーを作成して新たにね、それで作るといいです。でここのところに例えば何がいいですかね、遠足の案内とかしますか。遠足の案内として役割、例えばここはあなたは小学校の先生です。はい、こんな感じで遠足の案内文を作成してください。視点と対象ですけど、これはね保護者向けに遠足の様子が分かりやすいように作成をしてください。はい、でこんな感じで、はい、視点と対象を入れたならば、ここでカスタムメニューで文書作成、プロンプト作成ですね、こちらをクリックします。はい、でできましたので、これコピーしてシート1でここにね、例えば遠足でこれ貼り付けて、で遠足の場所とかね、遠足は2024年の10月10日で、場所は富士山に遠足に行きます。おやつは300円までしてください。バナナはおやつに含みません。はい、2024ですね、読んで、はい、こんな感じで入れてあげると、でこのところでカスタムメニューで文書作成としてあげます。はい、できました。そうしますとうまくできてるでしょうか。はい、遠足の案内ということで、お、ちゃんとスケジュールまで、はい、書いてますね。はい、そして、はい、ちゃんとおやつをね、300円まで、なんていうかね、バナナを除くってちゃんと入ってますね。はい、こんな風に、はい、ちゃんと遠足の案内なんかも作ってくれます。はい、まあ、いろいろ工夫次第で、まあ、ありとあらゆる文章に対応できると思いますので、まあ、プロンプトをね、どんどん作って、まあ、試してみてください。はい、今回は以上です。それではまた。じゃん。